るかもしれんな。後でチェックしておいてね。前の扉はプロテクトが頑丈で開けれそうもないね。補助カメラ制御中。足場が不安定だ。アキラ様であれ、飛び石に足場を渡らなければ、くれぐれも落下なさらないよ。この向こうに足場があるよ。恐れずにブリッツダッシュだ。そこからさらに険しくなると思います。周囲にご注意。地形をサーチしてみたところ、この下だな。思い切って飛び降りて、ギリギリでブリッツダッシュだ。おそらくこの上でメインルート。ようやくメインルートに出たか。レベル4エリアにて侵入者発見。総員出撃だ。同志を守れ。騒がしい連中め、黙らせてくれ。命を粗末にしに来たか。愚かな連中だ。あらぬことなど承知済み。少しでもお前を消耗させられるなら、それこそが彼らフォーンの使命。やはり化け物、理解できんな。化け物どもめ、貴様らの命程度で俺の妹をさらった罪償えると思うな。自分テセオさんって言うんですけど、ギョロ。うわぁ、敵にも礼儀を欠かさないテセオさん、テラ神事なんですけど。ヨロ、テラ、何を言っている。あ、もしかして話通じない系の人っすか。鬼め、どそういう頭固い求人類さんにはテセオさん容赦しないんすけど、つってね。どんちに突ってくるとか、獣人類はまだまだなってないんですけど。一度さらったジャキロムに解かれる礼節などあるか。ちょっマジレス、よし、こうワハスワハス、よっ、何こいつ、さっ、もうちょっと待っていたいんですけど。ちょっと、ロボじゃないっすか。ちょっと待
ハチ。こっちテセオさんスーパーハカーっからね、ロボットの興味惹かれるんですけど、それ AI のプログラムとかどうなってるんすか。教材希望券ペガレスその手でロロに触れてみろ。高速で打ち貫いてくれる。貴様には神に祈る間も与えません。アウェイ、もしかしてマジ横、マジ横っすか。インプレグナブルフォートレス、コッペからの集中砲火。化け物が神を語るか。砲火の存在を解読しますよ。その入り俺が透明する。ジエンド、ステアスト、カモン。あとはよろ、天魔覆滅、シュレッドストーム。伊勢尾さんが、現実すら書き換えるワールドハックのこの伊勢尾さんが。直視しろ。貴様ごときに書き換えられるほど現実は甘くも柔くもない。認めない、認めないぞ。テセオさんのワールドハックはこんなところで終わらない。最後の力であれを動かしておいたんすけど、ありえないんですけど。ヤツめ、最後の瞬間に何をしでかした。アキラ様、危険な予感がします。先を急ぎましょう。ああ、スメラギの未完成兵器はなぜこんなところに。スメラギだと知っているのか、ロア。プラズマ兵器、スメラギの開発中の無人戦車の最新機種。しかし開発が難航した。完成のメドは見えなかった。お、なんかそれ似たような話をどこかで聞いたような。フェイザー、あの時の戦闘機と同じか。なるほど。化け物ごときは小賢しい真似を。いいだろう。近畿の力に操られし科学の子よ、その援護を俺が討滅する。終わったか。この感じは僕の中にあるミラーピースが反応してる。パンテーラとミチルちゃんはすぐ近くにいるはずだ。ミラーピースか。